次に星野和彦さん。星野和彦さん、はい、総風会の星野和彦です。通告に従い一問一答方式で以下2点についてご質問いたします。第1点が戦後70年に際し宮津空襲の惨状を未来に伝えること。第2点が京都縦貫道の全線開通を活用した定住圏構想です。本題に入る前に先の高校野球100年第97回夏の全国高等学校野球選手権大会において高校野球の育成と発展に尽くした全国の指導者を表彰する育成功労賞の受賞者49人に藤本教育長が選ばれ、終戦記念日の8月15日満員の阪神甲子園球場において東海大相模高校等で指揮を取られた故原貢監督の代理として出席された読売巨人軍の原辰徳監督等代表8名とともに表彰を受けられたことを心からお祝い申し上げます。ありがとうございます。そして宮津市教育長としてさらなるご活躍を記念いたします。それでは本題に入ります。まず戦後70年に際し宮津空襲の惨状を未来に伝えることについてお尋ねします。ご交渉のとおり、先の大戦における尊い犠牲を経て、日本国民は戦争の悲惨さ、人間の尊厳と平和を目指すことの重要性を学び、戦後の復興と今日の繁栄を築いてきました。しかし、70年の歳月は、戦後生まれが人口の8割を超え、戦争体験者の高齢化が進み、空襲や戦闘で被害に遭った全国各地の慰霊祭の存続さえ危ぶまれる状況で、次の世代に事実を正確に伝えることが難しくなっています。宮津市においても広報誌宮津8月号で掲載された宮津空襲記の著者山本正明氏が本年亡くなられました。当時の昭和20年西暦1945年7月30日の宮津空襲は当時の軍機密にて正確な情報を捉えがたいのですが、市民の死者15名、負傷者約60名、艦長たちの軍艦士によると撃沈された駆逐艦初下の戦死者132名、重傷者78名と言われています。有史以来宮津でこれほどの死傷者を出したことはなく、最も悲惨な日を未来に伝えることは今を生きる我々の責務と資料され、その承継する方法をお尋ねします。まず宮津空襲の概況を説明します。時間の都合上詳細は割愛しますが、故山本正明氏の宮津空襲記、斎藤清美氏の駆逐艦初霜の記録、増田誠一氏の宮津空襲等から概所概況を申し上げます。宮津空襲時に宮津湾に停泊していた駆逐艦雪風と初霜は昭和20年4月7日の菊水1号作戦の一環で戦艦大和の沖縄水上特攻に同行しましたが、運よく沈没を免れ佐世保に帰投しました。その後4月15日に舞鶴に入港します。5月中旬になると米軍艦載機が日本海側の舞鶴にも飛来し、6月中旬に宮津湾へ移動しました。7月に入ると米軍艦載機による宮津湾へのパラシュートを使った機雷投下が始まり、日置、蚊帳、千島の陸上に落下したものもあり、食雷した住民が数名死傷されました。そして7月30日午前4時5分、雲一つない快晴の宮津上空に米軍艦載機1機が飛来し、空襲警報が発令され
長い一日が始まります。午前6時過ぎ、珠洲の大江山ニッケル工場の運搬船が米軍艦載機の機銃掃射に遭います。午前7時過ぎから9時半ごろまで、米軍艦載機20から30機が駆逐艦雪風と初霜に波状攻撃を開始します。午前10時から12時半ごろ、初霜が機雷に触れ轟沈、米軍艦載機の編隊は桜山、境界道、よろず町の天満宮に爆弾4発を投下し、5名が亡くなられました。なお午前中は他に爆弾3発が投下され、宮津駅前の消火圏で5名、宮津駅構内で1名、港で荷揚げしていた捕虜2名、合計8名が亡くなりました。また島崎沖の艦部連絡船小慶丸が横倒しとなり、訓田では海軍航空省と練習機が襲われ、宮津に向かう汽車も機銃掃射に遭い、訓田天のトンネルに避難しました。上宮津では農作業中の方が機銃掃射で1名亡くなっています。午後3時半から米軍艦載機の編隊が西日寄せに阿蘇海方面から駆逐艦雪風の攻撃を開始、午後4時半ごろ雪風の対空砲火で米軍艦載機1機を文字の鶏塚付近に撃墜し、午後5時ごろに戦闘が終了しました。以上が宮津空襲の概略です。質問に入ります。まず宮津空襲に関し、史実を後世に伝える宮津市の過去の取り組み状況についてご教示ください。尾崎教育委員会総括室長。本市におきましては承知する範囲でございますけれども、市の取り組みとしては、なかったというふうに理解をしております。ただ図書館の方におきましてですね、戦争を在来とした、企画展を、実施しております。市としてはそういった取り組みのほか、古民館の方で戦争体験記の体験記のを収録する本を出版しとる、その2つかなというふうに理解しております。星野和彦さん。ご答弁ありがとうございます。3年前まではですね、宮津市のホームページで、空襲の体験記が掲載されておりました。これが今、掲載されてないかというふうに思います。もう一点は、松田副市長が前副市長ですね、総務の部長の時に書籍の寄付を、されております。この2点については、把握されていらっしゃいますでしょうか。川島総務市長。意見あったかと思います。その写真展の開催につきましては、現在は平和行政ということで、このロビーで以前行っておりましたですけども、実際今は行っていないという状況でございます。それと松田前副市長の方にその書籍が送られたということでございますが、ちょっと調べますのに、ちょっと過去の担当なり、確認しましたんですけれども、確実なところは分かっておりませんですけれども、考えられる書籍として、その駆逐艦初霜の記録というのがあるようでございます。でこれは府中のある方が10年前ぐらいにまとめられたというものでございまして、この書籍につきましては、現在図書館の方で、に置いておりますで、閲覧できるということでございます。以上でございます。星野和彦さん。ありがとうございます。私もその初霜の本というのを今日も持ってきてるんですけれども、非常に詳細を記してありましてですね、
それから、当時の空襲に遭われた方、当時は、子どもであったり高校生であったり、そういう方々のですね、いろんな立場の文章がそこに詰まっております。ぜひともこの資料も活用いただきたいというふうに思います。ちょっとホームページの方の件というのは全然ご存じないんでしょうか。川島総務市長。大変申し訳ございません。承知をしておりません。申し訳ございません。尾崎教育委員会総括室長。ホームページにつきましても、私の方も承知しておりません。星野和彦さん。いつの間にか消えたっていうのも変な話でですね、これ非常によくできてて、宮本町にお住まいの岩見さんという方のですね、体験談で、朝から晩までその空襲警報が鳴ってっていう、まさにその爆弾が投下された100メーター圏内のところの、談話が入っておりまして、これもちょっと今後のあれだと思うんですが、復活してほしいなというふうに思います。で、宮津空襲に関してですけれども、史実を後世に伝える宮津市の今後の取り組み方針として、考えていらっしゃるか、考えていらっしゃるのであればですね、おのおの費用の概算を踏まえてご教示願います。尾崎教育委員会総括室長。市の方針ということでございます。基本的な考え方としてはですね、教育委員会で所管しますのは、文化財、保護法に規定されております、建造物であったりですね、美術品でありますの保護活用ということでございます。で、その中でもですね、特に資料としてですね、学部実務上、価値の高い資料ですとか、建物だったり、そういったものが対象となっております。ただ今現在市民の方の、取り組みの中におきましてはですね、ガラシャの取り組みであったりですね、北前船の地元の取り組みであったり、町づくりの、歴史文化を活用した町づくりの取り組みであったり、そういったものがあります。そういったところにはですね、学芸員がですね、学術的な助言を行ったりですね、そういう支援をしておるというのが状況でございます。でお尋ねのこの戦争にかかります、市の今のところの教育委員会としては特に、取り組むことはですね、考えていないということです。で、ちょっと繰り返しみたいなことになりますけれども、市民の方がですね、戦争展をするというようなことで、資料の提供あたりにつきましてはですね、図書館の方でもやらせていただいておりますし、それからまた直接はないですけれども、展示とかに関わりましてですね、助言とか求められればですね、させていただく、そんな立ち位置でございます。星野和彦さん。では現状では何もしないということですね。では一つ問いましょう。歴史について、歴史を、教育統括庁はどう定義されますか。尾崎教育委員会総括室長。歴史ということのご質問ですけれども、決してこの宮津の空襲はですね、歴史的に意味がないというようなことを言っとるつもりはございません。ただ所管する中では直接的にですね、こうやっていくということでは、ないんかなというふうに思っております。ただお話聞く中でですね、こうした戦争を体験された方の体験談のようなものはですね、
非常に、まあ、歴史的に見てもですね、記憶的に見ても貴重な資料になるんだろうなという認識はいたしております。星野勝彦さん。宮津で良くないなって言われることがよくあるんですけども、私も帰ってまだ1年です。昔の古いものを捨てること、残してたら随分今観光に使えたこと、もっと機能できたことたくさんあると思うんですよ。お城がしかり、新浜の遊郭の跡がしかり、宮津駅がしかり、方々のところで宮津というのは壊してます。そういう意味でも今70年、まだ歴史が浅いから、文化財保護法に基づいてないからということで、この今の遺産をなくしてしまうのが果たしていいんでしょうか。イギリス化の歴史家で政治学者と外交官であったエドワード・ハレット・カーは、著書歴史とは何かの中で、歴史は現在と過去の対話であると定義しています。少々古い方ではありますが、19世紀のですね、今の歴史を語る上で、この現在と過去の対話であるという定義が主流を占めているかと思います。それでももうあと10年20年経つと、もう戦争を語れる方もほとんどいなくなります。ここで閉ざしていいんでしょうか。ご意見をお聞かせください。尾崎教育委員会総括室長。ちょっと繰り返しになりますけれども、戦争の宮津で起きました戦争の記録とか、記録とか記憶をですね、どういうふうにつないでいくのかということにつきましては、今 の課題だというふうに認識いたしております。で、先ほどの繰り返しになりますけれども、戦争を体験された方々の語っていただいた録音ですとかですね、そういったものについてはですね、資料としてですね、一定意義があるというふうに申し上げたところでございます。以上でございます。星野和彦さん。今録画ですか。それは録音ですか。尾崎教育委員会総括室長。残す方法としてはですね、録画とか録音とか言ったものがですね、正確に残るんだろうなというふうに思っています。星野和彦さん。ちょっと全国のですね、他の市町村で、このアーカイブス、この重要記録を保存活用するアーカイブですね、これについて調べてみました。特に顕著だなと思ったのが新潟県の長岡市です。ここは当時の連合艦隊司令長官山本五十六の出生地です。それと、非常に工業地帯であったため空襲が激しかったです。この辺りになると、至る所にですね、空襲の、歴史的な、案内板を設置しております。それから常時ですね、駅前にビルのワンフロアがあるんですけども、そこで空襲展というのをやっております。それで当時の焼夷弾の仕組みからですね、生活のスタイル、それから市民から集めた遺品、戦争に外へ出られた方の遺品、こういったものを全部集めております。今宮津で、この宮津の歴史が始まって中世に府中からこっちの南部の方に宮津の中心が移りました。その中世に移る間に、府中の町並みを随分、潰しております。さらに明治維新の後、宮津の町並みっていうのは昔の面影がほとんどなくなるぐらい消えています。これが宮津の土壌なんでしょうか。この最も悲惨な日、これ以上の死者が出た日はないんですよ、宮津の歴史の中で。この重要な史実を捉えて残す方法を考えていただきたいと思います。で、他の市町村のやつを参考に取り組みを申し上げます。
先ほど申し上げた、歴史案内板の設置ですね、これは戦闘地点であり爆弾投下地点等です。2点目が、さっき主張申し上げられた おっしゃられた戦争体験等の重要記録の保存、これ映像アーカイブといいます。これには2通りありましてですね、宮津空襲の再現とコンピューターグラフィックによる再現ですね、体験談を入り交えて学校の教材用に使うケースがあります。2点目は、さまざまな立場から食糧難や疎開、肉親を亡くした遺族会の方の苦労話と一人でも多くの体験談を収集されています。3点目が遺品の収集と定期的な展示です。4つ目、これが学校での宮津空襲体験および映像アーカイブの上映の実施です。それから5点目、宮津出身者の海外での戦闘および生活記録の調査、この夏議員視察で岩手県の小川氏の図書館に行ってまいりました。ちょうど7月の末、空襲の時だったもので、こちらの方も、空襲はないんですけども、図書館の方に、その今年は70周年ということでですね、そこの岩手県の紫波町出身者の方の、どんな東南アジアに出征されたかと、どういう亡くなられたかをしたかという展示がしてありました。それを、オープンのですね、中央部に持ってきまして、それを子どもたちが見ていると。歴史っていうのは伝えるものであって会話するんですよ。触れてないとダメなんです。その元がなくなったらこれはどうしようもないんですよね。あるうちにやらないと。6点目申し上げます。市のホームページへの再掲載、あるいはその書物がたくさんあります。この情報のデジタル化、それから宮津で亡くなった米軍パイロットと捕虜の遺族との交流、最後に8点目ですけれども、次世代の語り部の養成、こういうのもやっております。東京都の国立市では今年の2月に国立原爆体験伝承者育成プロジェクトを立ち上げました。広島長崎への原爆投下から今年で70年経過し、自らの被爆体験を多くの人々に伝えてきた語り部たちの高齢が進む中、原爆の悲惨さや平和の尊さを次の世代に伝える伝承者を育成するものです。その今の私は49歳ですけれども、親の代が経験した戦争、それを私たちは正直伝えきれません。しかしある程度のことは伝えれるんですよね。でそれもこれも資料があるうちに、生きて語ってくれる人がいるうちに集めないとできないと思うんです。これがまた20年30年経って宮津にはまた戦争のこともないのか、明治維新の後に宮津城が跡形もなく亡くなったように、そんなことを繰り返していいんでしょうか。お答えください。尾崎教育委員会総括室長。たくさんの、ご要望というふうに言わせていただきます。案内会話の設置ですとかですね、記録の保存等々ご提案をいただきました。で、冒頭に基本的な考え方もちょっと少し言わせていただきましたですけれども、教育委員会 の今の私 の考え方としてはですね、教育委員会の方でこれを一つ一つこうやっていくということにつきましてはですね、少しできないのかなというふうに思っております。で最後に言われた戦争の記憶をですね、残して伝えていくということについてはですね、繰り返しになりますけども、それは一定理解をしておりますので、そのあたりでご理解いただきたいなというふうに思います。星野克彦さん。今日はちょっと朝から教育委員会への答弁を質問が多いんですけど、皆さんと一緒なんですけど、どうなんですかね、そういう答え方っていうのが。一般常識、これ市民の方皆さん気に入っていらっしゃいますけど、
当然ビデオでうちの会社の人間、昔の人間見てます。これ見てどう思いますかね。どういう答え方っていうかですね、皆さん今日僕が回るまでにいろんな質問するんですけど、具体的な回答っていうのはないですよね。それが教育委員会なんですか。尾崎教育委員会総合室長。少し部分的なところがまたかぶってしまうかもわからんですけれども、市の今の全体の動きからするとですね、うちの教育委員会でしますと重要文化的景観というものを一生懸命やっています。で、職員の方もその市の方向とそれは一つ一緒 の方向に向かってですね、取り組みを進めているということでございます。で、一方でですね、先ほど言いましたようなガラシャの会、帰郷の会ですけれども、ああいった会がですね、ガラシャの取り組みをされるとかですね、それから北前船 の展示をされたりですね、歴史文化を生かしたまちづくりをしていくとかですね、そういったことにつきましてはですね、一生懸命、関わりを持たせていただきながら学術的な面でですね、支援させていただいているということでございます。で、いう立ち位置でおりますので、ご理解をいただきたいなというふうに思っています。星野和彦さん。平行線になるっていうのはここまでなるとあれなんですけど、最後申し上げましょう。7月の日経新聞の特集で、これ打ち合わせの時に申し上げましたけれども、あと30年経てば、戦争中の遺品、これは歴史的な遺物、遺物と言えばいいんでしょうか、遺品になりますと、歴史的な価値が認められるそうです。あと30年も待たないかもしれません。これは100年経たないと歴史じゃないのかって、そういう意見でもありません。どうかこの70年、80年目をやったときにはですね、今証言してくれる人もほとんどいらっしゃる可能性が高いです。今やらなかったらいつやるんですか。これについては今後、再度私は、お話したいと思います。それで今回の宮津空襲について一般質問を行うにあたり、非常に多くの戦争体験者の皆さんから資料の提供がありました。この場をお借りして感謝の意をお伝えするとともに、宮津空襲が風化することを危惧される熱い思いを深く受け止めたいと思います。そして70年間平和でいられるありがたさに素直に感謝したいと思います。そして本質問の最後に、古代中国、秦の時代、清の将軍、司馬丞相が記した言葉をもって結語といたします。国大なりといえども戦、これは戦のことです。このまま必ず滅ぶ。国安らかなりといえども戦忘れなば必ず危うし。以上です。次の質問に移ります。京都縦貫道の全線開通を活用した定住権構想について。本年7月に京都縦貫道が全線開通し、宮津インターから京都市の草掛インターまで84キロとなりました。京都市及び工場進出が顕著な亀岡市や綾部市へのバス等による通勤通学補助制度で定住権を構築する政策をお尋ねします。まず周辺市町と全国における高速道路を活用した通勤権確保の実例があればご教示願います。森口自立循環市長。周辺市町と全国における高速道路を活用した通勤権確保の実例についてということでございます。まず周辺市町ではこの京丹後市でこの4月から導入されておるということでございまして、その内容なんですが、京丹後市に立地している企業がこの平成27年4月1日以降に
新たに雇用した従業員の通勤に要した片道の京都縦貫自動車道の有料道路通行料に対して3名を限度として京丹後市が全額支援すると、こういう制度がこの4月からあったということでございます。これが近隣市町での例、まあ、これ一例ということでございます。で、一方その全国の方も一度調べてみました。つぶさに調べきれたということではないんですが、調査した範囲では広島県の安芸太田町というところ、それから福島県の会津三里町というところでありました。これについては高速道路の料金の2分の1を助成するという制度でございました。全国的にはあまりこういった取り組みがなされてないのかなという、まあ、このような印象でございました。星野和彦さん、ありがとうございます。そしたらですね、福知山市、綾部市、亀岡市のこの近年ですね、工場進出が非常に顕著になっておりますけれども、その状況と雇用情報についてご教授願います。森口自立循環市長。統計調査の数字でお話をさせていただきたいなと思っております。工業統計調査でございまして、今工場進出というお話でございましたが、製造業に限った数字で申し上げたいというふうに思っております。直近のデータということで平成25年ということでございます。過去の実績と比較もしながら説明をさせていただきたいなというふうに思います。ちょっと順番を変えさせていただきまして、ちょっと綾部市から報告をさせていただきます。平成25年度の製造事業所数は95でございます。22年と比較いたしますと13のマイナスということでございます。で、従業員数です。これが H25 が4294ということで、H22 の比較で言いますと174のマイナスということになってございます。で、次に、亀岡市です。事業所数が161、H22 との比較ではマイナスの17、そして従業員数ですが4691人、H22 との比較ではマイナスの921ということでございます。総じて、事業所数も従業員数もマイナスということになってございます。ただその福知山市でございます。これちょっと分析しきれていないんですけれども、事業所の数は H25159、 H22 の比較しますとマイナスのこれ10になってございます。ただ従業員数の方が増えておるというようなことでございまして、 H25 が7749の、 H22 と比較いたしますと389のこうプラスになっておるということでございます。ちょっとこの分析までできてないんですが、今おっしゃいました進出状況なり雇用情報ということで言いますと、まあ、そういった結果でございます。星野和彦さん、ありがとうございます。今の合格で、よると福知山以外は減ということですね。で、これ今年に入ってから綾部なんかがクローズアップされてて、縦貫道が開通したのは4月ですから、これからどんどん増えてくるという記事はたくさん出てるかというふうに思います。で、次の質問なんですけども、宮津市では今工場誘致も一生懸命やっておりますけども、工場誘致とですね、通勤確保の施策に関するこの比較ですね、これをちょっとお願いできますか。森口自立循環市長。それこそまあ議員の方、民間の経験が豊富ということでございまして、ちょっと私の方が議員のご質問に対して説明をしますのはちょっと大変恐縮なんですが、まあ、まず工場誘致の方です。きちっとした答弁にまとえているかどうかちょっと分かりにくいところあるんですが、まず工場誘致のメリットなりデメリット的なことをお話をさせていただきたいなと思います。まずその工場誘致のメリットということで言いますと、税というところで見ますと固定資産税でありますとか法人市民税、こういったものの増収がまず期待できるということがあろうかなと思っておりますし、地域というところに目を向けてみますと、
まあ、働く場の確保ができるということ、そしてそれが定住人口の増加につながって、そして、地域の活性化につながっていくと、まあ、このようなことが、まあ、メリットというか、期待できることなのかなというふうに思っております。で、その一方で、その工場誘致に備えての工業団地の造成、こういったものについては、先の、 3月の議会の時にもこういったお話もさせていただいたのかなと思っておりますが、レディメイドというのは、まあ、かなり多額の投資も必要であって、投資をしても企業誘致に至らないケースもあって、まあ、少しリスクもあるのかなというふうに、まあ、思っておるというところであります。でこれに対しまして、議員から今おっしゃいました通勤権確保の関係です。察しますに、宮津市に居住して近隣市町に通勤する方への支援というようなことなんだろうというふうに思っておりますが、こういった支援につきましては、一般的にはその市内にでの、まあ、雇用の創出というものには、まあ、つながらないんですけれども、まあ、人口ということから考えますと、特に転出の抑制ができるというふうに思っておりますのと、まあ、新たに UIJ ターンなんかの、まあ、促進にも寄与するのではないかなと、このように思っております。星野和彦さん。ありがとうございます。実際のところ工場誘致というのは確かに固定資産税が入ってきて理想的なことではあるんですけども、宮津のネックというのがですね、なかなかその土地がないというところと、先日もどなたかご質問されてましたですけども、この農業振興地域の問題もあったりですね、なかなか宮津で誘致してというのは難しいかなというとは正直感じております。それに対してこの通勤権確保というのはもう少し詳細を調べていくとですね、宮津から通っていく方向でですね、居住権を確立すると、税金も入ってくると、豊かな生活もできます、おいしいものも食べますということができるんじゃないかと思います。それで、次の質問なんですけれども、このバスを活用したですね、通勤券確保の検証というのはやられていらっしゃれば教えてください。森口自立循環室長。バスを使った通勤券確保をについてもちょっと調べてみました。まあ、先ほど京都縦貫自動車道の全線開通云々ということがございましたので、まあ、特に都市部へのということだというふうに思っておりますが、今現在高速バスにつきましては宮津市から大阪駅あるいは京都駅への運行が行われております。またその大阪なり京都なりの駅から、まあ、通勤券ということですので、その事業所まで行くのにもまた所要時間が、まあ、当然あるということなんですが、そういったその宮津からその事業所までの通勤時間というようなことを考えたときに、大阪に至っては2時間30分以上かかるんだろうと調べたところ、そういうふうに思っております。でまた京都市内についても、それこそ居住全線開通したというものの、時間はだいぶ短縮されたとはいうものの、やはり2時間ぐらいはかかるというようなことになっております。これはその今の大阪行きのバスなり京都行きのバスの時間からもそれも間違いなくかかるということでございます。で毎日の通勤時間としては、まあ非常にこれ長いなという私印象を持っておりまして、その一般的なその通勤時間はまあどれぐらいなんだろうということをちょっと調べてみました。これも統計上の調査の数値ということで、まあ、恐縮なんですが、一般的な男性サラリーマンの平日の通勤時間平均です。これが1時間10分ということのようです。でじゃあ都市部はもう少しあるんだろうなということで調べてみますと、関東なりの大都市圏というところですが、これも1時間32分という平均値でございました。で先ほど申しました京都大阪2時間以上かかるよというところで、じゃあ逆に2時間以上かかっているところ、どれぐらいの割合があるのかなというところで、まあ、これも統計上の数字になるんですが調べてみましたところ、 1% にも満たない割合と 0.8% ということなんですが、非常に少ないということでございます。まあ、議員からはそういった検証もということでございますが、まあこれらのことに加えて、まあ、こういう宮津というか、こういった土地柄での、その通勤、まあ、体系というんですかね、日常の通勤行動として考えたときに、かなりまあ難しいというか、現実的ではないのかなと、まあ、そんなふうなまあ検証というか、させていただいております。
星野和彦さん。今のデータは関西圏になりますか。森口自立循環市長。今申し上げました、すいません、最初の平均時間、1時間10分の方なんですが、平均ということですので、全国の平均だというふうに理解をいたしております。はい、星野和彦さん。私はサラリーマン時代にですね、東京と広島と勤務したんですけども、東京っていうのはやっぱり2時間かけて、っていうのは当たり前のような生活をしております。私なんかも1時間弱かけて通っておりましたし、で広島もですね、実は西日本でこれ特有なんですけども、熊本であり鹿児島でありですね、西日本各市っていうのは駅が中心なのかなと思ったらバスセンターなんですね。で長距離バスとその在来バスと両方のやっぱりそこがコアになって放射状に街が発展しているというところでですね、広島なんかもですね、福山とちょうど広島間というのは100キロあるんですね。広島政令指定都市ですけども、福山はまあ周辺の、ビンゴ等を合わせまして60万ぐらいの人口規模です。ここは行き来があるんですよ。でバスをですね、2時間かかるということであれば、5時台に出したりですね、6時台に集中して出してます。で帰りも、12時までぐらいまで、集中して出してるんですね。でちょっと私が独自に単海バスさんの方にお伺いしたんですけれども、じゃあバスのですね、採算分岐点ってどれぐらいの乗車率なんですかっていうと、大体、45人乗りでですね、20数名までと、ですから半分ぐらい乗れば、ペイできるというふうにおっしゃられてました。だからちょっとこれ、この間の総務分岐委員会で実は森首相にもお伝えしたんですけれども、これもう少しマクロの部分をですね、検証してみると、面白いデータが出てきてですね、というのも、袋でですね、例えば京都までバスを出しましたと、で朝早く出して、その便がじゃあ空で帰ってくるかと、もったいないですよね。そこで観光客に PR をしていくと、そうすると、京都駅からですね、同社中学なんかある岩倉まで1時間弱かかります。渋滞があったら1時間半以上かかるんですね。岩倉行くんだったら宮津の方が近いですよと言えんこともないわけですよ。ですからこれちょっとね、もう少し、時間とかけてですね、見ていただきたいなというふうに思います。それでもう一つやり方があるんですけども、この間私も最近ちょっとバスに乗ってるんでですけども、福知山からですね、神戸までっていうのがこれ非常に安くて1600円なんですね。でルートがですね、舞鶴道を使うんですけれども、途中からジャンクションをですね、横川のとこから次越えて、六甲山の地下を走るんですよ。要するに渋滞がないんですね。ですから、この間お盆に今大阪に行ってたんですけども、その時も帰りはですね、非常にスムーズに帰れます。大阪の方を経由すると非常に時間かかるんですけども、で三宮から、大阪まで行ってのは30分です。ですから丹鉄とですね、それから福知山発の今、バス会社2社になりましたんで、京都バスの他にですね、そのあたりと連携してですね、周辺市町村でそういう定住権っていうのをですね、宮津市だけでってやるんだとなかなか進まないと思うんですけども、これ福知山にお話持っていったとしてもいい話じゃないかなと思うんですよ。ですからその辺もぜひ検証していただきたいなというふうに思います。で最後の質問にします。京都市内へのちなみに通勤通学補助制度をしましたと、これはですね、その経済効果と支援額の採算分岐点、これをちょっと弾いていただきたいんですよ。というのは、皆さん お子さんがですね、大学生で京都の大学に行きますという場合と、それから、こちらにいて例えばの話ですけども、工場勤務をするとか会社勤めをするとか、そうやった時のですね、おおよそでいいんですけども、その、経済効果、そのから算出される支援額ですね、その金額があまりにもかけ離れたら諦めざるを得ないと思うんですけども、この辺を少しちょっと紐解いていただけますか。森口自立循環市長。非常に難しいこれ検証だなと思っておりまして、
それこそこれも統計上の数値で大変申し訳ないんですけれども、総務省が毎年実施しとるんですが、家計調査というものをやっております。でこれ国民1人当たりの年間消費額が124万円というふうに言われておるんです。まあ、1世帯当たり 2.4 人計算で、まあ、300人というような試算をされておるようなんですけれども、議員お触れのその経済効果というところで言いますと、何か他にいい数字がないかなといろいろ探しておったんですが、まあ、その所得によってもいろいろこうバリエーションというんですか、あるというようなことで、一番信憑性がある数字はこの統計上の数字だなということで、まあ、1人当たりでいくと124万の経済効果というふうに言えるのかなと思っています。1世帯だったらまあ300万円というようなことかなというふうに思っております。で、まあ、そのまあその損益分岐といいますか、どこまでだったら支援ができるかというこの線引きのとこです。これも非常に難しい問題だなと思っておりまして、とにかくその今総合戦略も作っていっておるわけですけども、いかにその定住人口を増やしていくかというところに今力点を置いております。UIJ ターン施策をはじめとして定住促進対策をできる限り行っていかなあかんとこのように思ってはおるんですが、そのいわゆる行政サービスをその損益という考え方でくくってしまうのは少し難しいというかなじまんのかなと、まあ、そんな見解を持っております。星野和彦さん、ありがとうございます。まあ、一応は明確な数字をご提示いただきましてありがとうございます。急にねちょっと言うとまだ理解しがたい部分もあるかと思うんですけども、これ今後の検証としてですね、ぜひテストもやってみるべきだと思いますんで、採算分岐点必ずありますから、その経済効果っていうのをこれから一緒に出していければいいなというふうに思います。以上でございます。ありがとうございました。上田副市長。先ほどの戦争体験資料の関係について少しちょっとお答えをさせていただきたいと思います。宮津市は世界平和都市宣言をしておりますので、で今日のお話聞かせていただいて大変貴重な資料が残っているということですので、平和教育を進めていくことも大事な時期に来ているのではないかなというふうに思っております。教育委員会とも相談しながら残す方法も含めて今後ちょっと検討していきたいとこのように思います。安藤理事。先ほど星野議員からいただきました各種定住施策にかかる経済効果損益分岐の分析ということをやるべしというご指摘をいただきました。今回の答弁では経済効果として120、1人当たり124万円という数字を挙げさせていただきました。経済効果のみで考える、損益分岐を考えるということをいたしますと、必ずしも割に合う施策ばかりではないということは否めないというふうに考えております。しかしながら、これは鶏が先か卵が先かという問題でして、必要なものは損益が合わなくてもやる、効果が上がると信じてやるという決意でございます。で、そういう意味で、今回は答弁を控えておりますが、しかしながら内部で検討する際には全く効果がない意味のないことをやるということもできませんので、予算制約というものは必ずかかってまいります。その中で効果が高いものを選んでやっていくという姿勢はこれまでとも変わりがありません。引き続きそのように取り組んでまいりますので、どうぞご理解いただきますようお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。